どうもチャックバスです。ワンワールドトレードセンターの前に来ております。まだ開店して間もないんですけど、まあまあ並んでますね。もしかしたらやばいかもしれませんね。今10時過ぎぐらいなんですけど、1時から1時半ぐらいに私もマンハッタンを出ないといけないので、ちょっと出れるか不安なんですけど、まあ無理そうだったら今回諦めようと思います。ではね、並んでみたいと思います。ちょっとね、時間もどれぐらいかかるかっていうのも、外にちょうど20、30人ぐらいですかね。中にもちょっと並んでたんで 40、50人並んでるかと思います。はい、ちょっと並んでみます。あそこがチケット売り場です。チケットが買うことができました。税金を入れて$41.37、だいたい4,300円から400円ぐらいですかね。それではこちらセキュリティチェックがね、じゃあワンワールドトレードセンターと、自由の恵みは一番厳しくなっていると思いますので、セキュリティの方にね行きたいと思います。ここもですね、事前にインターネットでチケットを買っていると多分先に入れるんではないでしょうかね。プライオリティアクセス、ありますね。で、ここからセキュリティチェックとなっております。ちょっと怒られそうなので外ビデオを止めちゃいますね。Welcome to One World Observatory.先ほどの入場から、チケット売り場から中までですね、だいたいあれぐらい並んでて20分から25分ぐらいで中に入れましたので、まあそんなでもなかったですね。よかったです。まあ、利用する方は目安にしていただけたらなと思います。近くにもエレベーターの入り口からカメラを回してたつもりだったんですけども、
電源が入ってなかったっていうボンミスをかましました。申し訳ございません。あんな感じでね、エレベーターの中は液晶画面がとても綺麗になっておりますので、ぜひね、生で見ていただけたらなと思います。それでね、またもうちょっとしばらく並びそうなんで、一回カメラを止めます。Dynamic, diverse, and ever-changing, the city and skyline reveal themselves uniquely to each observer. Experience the infinite facets of the city beneath us as you prepare to see forever. すごい演出でしたね。
great central fire line. If you'd like to learn about any of the sites, tap on any of the labels, and it will fly you all the way there. Give you micro information if you care about the site only. In addition to that, it also has a restaurant guide in it, giving you top 10 awarded restaurants around New York City. You know, here. We're all children narrated by our own friends for a favor of water from the food network. And if you're getting hungry while you're here with us, one floor below you can find fantastic food as well in our own restaurant, cafe, bar, all with amazing food.私は初めて来た時に一度聞いたことがあるんですけど、やはり聞けばね面白いんで、ぜひせっかく来た際には利用されてみてはいかがですか。1500円、1600円ぐらいですかね。でこちらの展望台にはカフェとバーがありますので、食事、まあ、簡単な食事とお酒なんかも楽しめるみたいなことを下に書いてありましたので、まあ、もしよかったらそちらもね合わせて利用してみてはいかがでしょうか。でお決まりの写真撮影ですね。本当にどこでもあるんですよね。展望台に来ました。綺麗に映ってるといいんですけど、これすごくないですか。私昼間に来るの初めてなんですけど、やっぱりめちゃくちゃ高くて奥まで見えますので、すごいいいですね。ここから自由の女神も見えることができます。ちょっとこの階はカフェが併設されてる階なので、ここですね、カフェ一度下に降りて、一周ぐるりと回れるので回ってみたいと思います。ちょっと三脚がない関係でどれぐらい綺麗に撮れてるかちょっとすごい不安なんですけども、ブレブレだったら本当に申し訳ありません。こんな感じで360度ね見渡せる感じとなっております。いや、やっぱりすごいですね。一応ね全方角行ってみたいと思います。私夜来て夜景もすごい綺麗だったんで、夜景の方がいいかなと思ってましたけど、いやこれはどっちでもいいですね。
バッテリーパークですね。あちらはクイーンブリッジのデビューですね。反対側にお土産屋さんもあるみたいですね。僕が参った時はここにお土産屋さんあった覚えがないので変わったなと思ってます。この高さからブルックリンブリッジが見れるってのはいいですね。昼間でも夜でもどっちでも綺麗ですね。
でも1回4300円かかりますからね、まあ、どちらか絞って来てください。まあこんな感じでね、今回の動画は終わりたいと思います。役に立ったっていう方はいいね、高評価ですね、チャンネル登録ぜひお願いしたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。Thank you for visiting One World Observatory.先ほどの動画で一度挨拶したんですけど、降りるエレベーターって綺麗な椅子があるそうなので、ちょっと続きを撮りました。それでは今回はこれで終わりします。ありがとうございます。